2004年の横浜ベイスターズでは2004年の横浜ベイスターズの動向をまとめる。この年の横浜ベイスターズは山下大輔監督の2年目のシーズンである。山下監督2年目のチームは1998年日本一ノ立役者だった佐々木和弘をシアトルマリナーズから獲得、また OB の松原誠をヘッド剣打撃コーチに招聘 松原ヘッドコーチを含めコーチ陣のほとんどを OB で固め、石井拓郎、鈴木孝則ら1998年の優勝日本一メンバーが多く残っていたことから6年ぶりの優勝が期待された。チームは出足の悪かった前年と違って4月を首位で終えるが、5月以降は大きく負け越し、広島との再会争いを強いられた。 最終的に前年から借金を大きく減らしたものの、優勝の中日に20ゲーム、3位の巨人に12ゲーム、離されて3年連続の再位で終えた。投手陣は、三浦大介が負け越しながらも、防御率9位に入り、新外国人、スコット・マレンが7勝ながら、チーム最多の投球回数を上げ、もう一人の新外国人、セドリック・バワーズも、 規定投球回未満ながら3点台後半で、検討しチーム防御率4.47でリーグ3位に入り、守護神の佐々木は、衰えが目立ったものの19セーブとまずまずの成績を、残したが全体で2桁勝利ゼロ。打撃陣は4番のタイロンウッズが本塁打王、佐伯木隆弘が、リーグ3位の、322、田村一志が3割40本100打点を達成し、 内川誠一が前年から出場時合数を増やして17本塁打を放つなど終始好調でチーム打率は279のリーグ1位と前年から大幅にアップし彼らの活躍が翌年の A クラス入りにつながることになる契約満了により山下監督は辞任し TBS で野球解説者を務めていた牛島和彦が新監督に就任したオフにウッズが 中日に遺跡。2年連続の再会に加えて、一条事件で、砂原オーナーが辞任するなど、踏んだり蹴ったりの1年となった。ありがとうございます。